まったくです。このキャンペーン今日から始めたばかりなのに、もう商品が一等が。よく言われます、すごい強運だって。ついてるときはとことんついてるんです。あの店員さん、くじ引きもう一回できるんですけど、やってもいいですか？あ、はい、どうぞ。えい！お客さん、勘弁してください。もう一等が全部出尽くしちゃいました。はい、新司令官就任記念キャンペーンです。テクニック用品の特売もやっているんですよ。それでついついたくさん買っちゃいました。この船の銀河展望公園によくピクニックに行きますから。はい、ありますよ。よかったらご案内しましょうか。わかりました、任せてください。あ、でもその前に、そんな、私こそ。じゃあ荷物を置いてきますので、少し待っててください。お待たせしました。では行きましょうか、タクトさん。簡単な説明が出ます。そこで丸ボタンを押すと、その施設に移動できます。館内は A から D の4ブロックに分かれています。別のブロックを表示させたいときは L1 ボタンか R1 ボタンを押してください。一部の施設に誰かの顔が表示されていることがあります。それはその場所にその人がいるという意味です。もう一度説明しましょうか。紋章機の整備をしたり、私たちパイロットのリンク調整をしたりするんです。そうだ、整備班の班長さんを紹介しておきますね。あ、いたいた、クレータさん。あら、ミルフィーユさん、いらっしゃい。どうしたの？タクトさんに館内の施設を案内していたところなんです。エルシオールと紋章機の整備を担当しています、クレータと申します。どうかしましたか？司
白き月のロストテクノロジー研究者、月の巫女はほとんどが女ですから、当然この船の乗組員も女性が多いんです。私たちエンジェル隊も女の子だけでしょ。男子禁制というわけじゃないですけど、乗組員の8割は女性なんですよ。我々は民間人ではありますが、ロストテクノロジーに関しては軍の整備士よりもはるかに心得ています。ですからどうぞご安心ください。お役に立てるように整備班一同力を合わせて頑張ります。はい、こちらこそ。そうだ、マイヤーズ司令、もう一人指令を待っていた人がいるんですよ。おお、早かったじゃないか。艦内を見て回ってるって聞いたもんね。機体をチェックするついでにお前さんを待っていたのさ。本当は着任と同時にここへ顔を出すのが理想的だったけど、まあこのぐらいの時間なら合格だよ。いい心がけだ。それじゃ各紋章機のことを教えてやろうか。よし、よく聞いてるんだよ。まずは私の愛機ハッピートリガーから。ボルトさん、いきなり個々の機体の説明に入るよりも紋章機全体に関わるところから話した方がいいんじゃありませんか。それもそうか。といってもどこから話そうかね。いきなり難しいご質問ですね。それは私たち研究者にとっても最大の謎です。ロストテクノロジーを多数使用した一人乗りの大型戦闘機、それが表面的な紋章機の定義と言えるかと思います。ロストテクノロジーであるクロノストリングエンジンを搭載し、単独で戦艦と渡り合えるほどの性能を持つ機体ですが、紋章機に使われているロストテクノロジーにはまだまだ謎の部分が多いんです。その代表的な例がパイロットと機体とをリンクさせるシステム、ヘイローです。私もよくはわからないんですが、なんというか機体と一つになるっていう感じでしょうか。簡単に言うと、パイロットのコンディションが機体の性能にもろに影響する仕組みなのさ。良くも悪くもね。例えば私たちの体調が悪かったり感情が乱れていたりすると性能が低下するんです。攻撃は当たらない、スピードは落ちる。逆に言えばパイロットの気力が充実し、やる気満々って時はまさに天下無敵なんだけどね。ルフト重傷がマイヤーの指令を頼られた理由はおそらくそこにあるのではないでしょうか。実戦における指揮能力に加えて、エンジェル隊の皆さんの精神的な支えとなってくれる人材、それをルフト重傷は望んでいらしたと思います。そんなに心配することはないよ。お前さんは自分なりにやっていけばいい。それじゃあ次は紋章機を一機ずつ説明していくよ。まずは一番機ラッキースター。私の乗る機体ですね。ピンク色が可愛いでしょ。主砲はレーザーキャノン、その他にミサイルやバルカン砲、自動追尾型ファランクスを装備している。どんな距離にも対応できる武装と小型シールドを持っていて、機動力もいい、バランスの取れた機体だね。お次は2番機カンフーファイターランファの機体だよ。2番機は接近戦を得意とする機体だ。抜群の機動力を生かして敵に肉薄して、すれ違いざまに攻撃を加える戦法を得意としている。ただしスピードに重点を置いている分、機体の耐久力は5機の中で一番低い。
そこだけは注意が必要だよ。主兵装は大型ミサイルとバルカン砲、それから2つのアンカークロー、機体の両側の腕みたいに見えるところがそれさ。このでっかい鍵爪を発射して敵を文字通りぶん殴る。それがカンフーファイターの必殺技だよ。これが3番機トリックマスターミントの機体だ。3連装ミサイルの他にフライヤーという遠隔操作可能な砲台を3機持っていて、それを自由に飛び回らせて攻撃できるのが特徴だよ。この武装と高性能レーダーを連動させて長距離からの狙い撃ちを得意としているんですよ。速度や小回り、機体強度といった面でも他の機体に見劣りしないから安定した戦いを見せてくれると思うよ。やっと私の愛機の番だね。4番機ハッピートリガー、大口径レーザー砲にレールガン2門、ミサイル、自動追尾型ファランクス、とまあ5機の中で最大の火力が自慢さ。機体の頑丈さも紋章機の中では最高レベル。重量がある分スピードが犠牲になってるけど、それでも十分な機動力は持っている。全力射撃をかませばどんな敵でも一殺さ。私が撃ちまくれるような意識を頼むよ、司令官殿。最後はバニラの乗る5番機ハーベスターだ。武装は中距離ビーム砲と自動追尾型パランクス、大型のシールドを装備してはいるけど攻撃力や機動性は決して高いとは言えない。あくまでも紋章機の中ではというレベルの話だけどね。でもこのハーベスターには攻撃以上の重要な役割がある。それが紋章機のダメージの修理だ。5番機に修理を命令してどの機体を直すか指示すると、そこへ移動してダメージを直してくれます。ただし5番機の受けたダメージは自分では修理できないんです。その時はエルシオールで補給です。エルシオールならダメージの修理とエネルギーの補給を同時に行えます。機体を選んで補給を指示してください。ただ、さすがの紋章機も前線とエルシオールの間を往復するのは結構時間がかかるんですよね。エネルギーがそれほど減っていなくて単に修理だけしたいときはハーベスターに修理を頼めば船に戻るより時間の節約になることもありますよ。5番機の基本的な運用としては、自分はなるべく無理な攻撃をせずに味方が危なくなったらすぐサポートに回るという感じだろうね。さてか、とりあえずこんなもんかね。それぞれの機体の特性は分かったかい？そうかい。それじゃ、早速私の精神状態をじっくり調べてみる気はないかい？分かってんだろ？相手の心を知るための一番いい方法さ。手取り足取り教えてあげるよ。たっぷりとね。どうやって調べるんですか？私にもできますか、それ？ちっぽし。ねえねえ、フォルテさん、相手の気持ちを確かめる方法って？私も聞きたいです。ああ、また今度気が向いたらね。そうそう、用事を思い出した。私はもう行くよ。司令官殿、いろいろ教えてもらいたくなったらいつでもおいで。まったく、フォルテさんならああいう冗談が好きなんだから、あまり本気にしない方がいいですよ、司令。何がですか？何かあったらまた来てください。私は大抵この格納庫にいますから。はい、それじゃあクレートさん、私たちはこれで。ここで着替えてから隣のトレーニングルームに行くんです。シャワーやランドリー施設もあります。あ、
もちろん中は男女別になっていますから間違えないでくださいね。タクトさん、今何か言いました？ここが機関室です。エルシオールの動力はクロノストリングエンジンというロストテクノロジーなんですよ。エンジン出力だけなら広告有数だそうです。デビンさんが自慢そうに言ってました。紋章機にも同じエンジンが使われているんです。ただロストテクノロジーにはまだ謎が多いので整備には手間がかかるそうですよ。そうですね、修理の邪魔になったらいけませんし、そろそろ出ましょうか。たまり場にしている人も多いですよ。このフロアにはクルーがくつろぐための施設が多いですから。どうしたんですか？さっきから何をブツブツ言ってるんですか？それならいいんですけど、じゃあ次のところに行きましょうか。ここが司令官室です。タクトさんの資質も兼ねています。といってももうご存知ですよね。それじゃあ次の場所に行きましょうか。なんじゃ、タクトか。もう戻ってきたのか。航路の計算にはもう少し時間がかかりそうだ。お前はゆっくりしてきて構わないぞ。その通り、こっちは忙しいんだ。お前の軽口に付き合ってる暇はない。ああ、行ってこい。その方が俺も仕事がはかどるから助かる。本当に変わっとらんのお前たち。残念ながら本物じゃありません。バーチャルウィンドウです。曇り空や夕焼けとかにも変わりますよ。今は標準時間で昼ですから昼間の空を映してますけど、夜になったら映像をオフにして外の宇宙がそのまま見られるんですよ。そうですね、いろんな施設がありますから。でも私はこの公園にいる時が一番落ち着きます。でしょ、この奥は小さな丘になってるんですけど、そこでピクニックすると最高ですよ。はい、今度エンジェル隊のみんなと一緒に行きませんか？ここは私の部屋です。さっきも来ましたよね。私たちエンジェル隊はこの C ブロックにまとまってお部屋をいただいているんです。
このブロックの一番奥の一番大きな部屋です。こちらが芝王子のお部屋です。芝王子に謁見なさいますか？そうですね。じゃあ中にいるお聞きの人を呼んできます。何かご用でしょうか？王子はただいまお勉強の時間でございます。はい、また機会を改めておいでください。この部屋はもともとは館内プールだったんです。でも今は今にわかりますよ。そうだ、紹介したい人がいるんです。この先の管理室にいるんですけど。いえ、それとは違います。とりあえず管理室に行ってみましょう。あら、バニラじゃない。どうしたの？こんなところで。いえ、少し。用事があるので、失礼します。バニラは自分の勤務時間内でも他の部署を手伝ったりしてるんです。きっと誰かの手伝いに行ったんだと思います。ここが管理室です。あそこの温室みたいになっているところでは、いろんな動物が飼われているんですよ。ええ、その通りです。はじめまして。マイヤーズ司令官ですね。僕はクロミア・クワルクと申します。ここにいる動物たちの世話をしています。わかりました、タクトさん。はい、宇宙クジラが教えてくれたもので、この船の住人ですよ。あ、宇宙クジラの司令にご挨拶したいそうです。来ますよ。ほら、違いますよ、タクトさん。よく見てください。それは宇宙クジラのお腹ですよ。上を見てみてください。びっくりしたでしょ。
かすつもりはなかったが、申し訳ない。と、宇宙クジラが言っています。許してあげてください。普通の人間には通じませんが、僕は宇宙クジラの言うことがわかるんです。そんなところです。それと、ここだけのお話ですが、ルフト准将からお聞きしています。エンジェル隊の皆さんの気持ちが知りたいときはここにいらしてください。宇宙クジラは人間の気持ちや思考、精神状態をテレパシーのような能力で理解できるんです。それをこっそり聞いてみますから。はい、試しに今聞いてみましょうか。宇宙クジラの言うことを僕が翻訳して、エンジェル隊の皆さんがどのような気持ちでいるかをお見せします。それぞれの表情はタクトさんのことをどれだけ信頼しているかを表します。表情が明るいほど信頼していることになります。タクトさんを信頼していれば、それだけ戦闘にも集中できて紋章機の性能を引き出しやすくなります。紋章機の攻撃力や防御力などが上がるので、信頼されるに越したことはないですね。また表情の下の棒グラフは、上官と部下としての信頼関係とは別に、個人としてどれだけ好意を寄せているかを表します。グラフが右に行けば行くほど、タクトさんはその人から好かれているということになります。皆さんに対してどう接するかによって、表情やグラフは変化していきます。時々チェックされることをお勧めします。あ、宇宙クジラが答えてくれました。それでは皆さんのお気持ちをお見せしますね。